姉かん、ご飯食べるべ、ご飯食べるべ。いいの、きょうちゃんそんなこと言って。なんでマクドナルド当たんないよ。きちい。なんで、あるんですかマクドナルドが。ありますから、ここに。わー、マクドナルド。12月といえば去年と一緒やん。プラコロ。じゃあとりあえずポテトの儀式。レイカも何してる。誰そんなさ激しく踊んないもん。え、そんな激しく踊んないよ。ご飯食べて美味しかったらいつもこうやってやってる。そんな激しくないもん。バカだなと思って10年ぐらい見てたよ。うん、ポテトの儀式終わり。まあ冬といえば出てくるプラコロ、グラタンコロッケバーガーですね、はい、今年も出てます。なんか変わったんすか。今年はね、濃厚リッチな味わいにリニューアルしたグラコロと、ビーフの旨味が濃厚で贅沢なビーフデミチーズグラコロが出てます。濃厚になりましたと。本当？物は言いようなんじゃないの？これ何？それはね、チョコメルツ。例のグミの匂いするけど。あ、まずかお前これ。あ、いい匂い。ドッキリじゃないだろうな。違うよ、これデザート用だから。そんな人をさ、怪しまないでくれる。グラコロね、バンズはすごい柔らかいんだよね、こうやってブニブニしてて。バンズふわふわだよね。ちょっとやめて、やめて。もう普通に、うん、キャベツとコロッケとグラタンコロッケね、うん、濃厚になったとのことですが、まあ濃厚って言われたら濃厚かなっていう。シチュー食ってるみたいな。あー、いいじゃん。でもちげんだよなって感じ。ハンバーガーにこれを求めてないんだよ、まず。これじゃね。こちらがですね、ビーフデミチーズグラコロ。やっぱチーズとか入ってねえんだよ、うん、デミ、どこがデミ、デミなの。上にね、多分ね、ソースが入ってる。あ、入ってる、ほら、うん、あ、入ってる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 。チーズもあるし、グラコロもあるね。うん、あ、匂いはこっちの方がそそられる。どうぞ。どうですか後味は、ハンバーグ定食って感じ。え、めちゃくちゃいいじゃん。ただ、ハンバーグがないよね。まあね、お肉がないハンバーグ定食みたいな。やっぱグラコロってちげんだよな。お肉欲しくなるわ。めちゃくちゃ欲しくなるそれ、うん、普通に肉一枚挟んでほしい。次、なんでそんな怪しむの。いちご三角チョコパイ。あ、かわいいかもしれない、うん、え、かわいい、それかわいい、ピンクかわいい。うん、うまいうまい。あ、夢かわいい、きょうちゃん。あ。うん、うまいうまいうまい。うまい。甘王。いちごのチロルチョコあるじゃん。ああ、あるある。あれだよ、あれの中に敷き詰めてポイって言った感じ。パイの実のいちご味みたいな感じ。ええー。あったかいパイの実。なんで目の前にこれあるのに、そんななんもないところでボロボロ食べて床こぼすの。掃除するの誰だと思ってんの本当に。私。めちゃめちゃ美味しいこれ。それじゃあ、待って、これ忘れてる。いや、これちゃんと買ったやつだから。あの顔。これはちょっと前から出てるやつで、きょうちゃん好きかなと思って買ったんだけど。顔。なんだあの顔。ちゃんとしたやつだから。おいしい？三角チョコパイとどのぐらい甘い？殺しに来てる。そう、そんなに甘いの。多分アリとかだったら、うん、これ1個すぐにポンって投げただけで、うん、7世代ぐらい生きれるぐらい甘い。見た目はなんか普通にうまそう。ガトーショコラみたいな感じ。あんまめちゃくちゃ甘い。いかがでしたか、まあ、言うて、うん、毎年、うん、そんな革命的なグラコロはないなって。まあそうだよね、肉とか入れちゃダメなんかな。あ、入れりゃいいのになって思うわ。グラコロの中にさ、ひき肉とか入れてもいいと思う。
まあ、やっぱダブルチーズバーガーを好きな俺からしたりもビッグマックが好きな人からするとやっぱジューシーさ、あーっと肉食ってるぜハンバーガー食ってるぜっていう感じがあんまないんだよねグラコロって。どっちかというとそうだね。だってハンバーガーのハンってさお肉ってことでしょ。そうなの。いや違うよ、ハンドのハンだ。違うくない。えハンブルグから来たんじゃないの。そうそうそう、ハンブルク、ハンブルクで船乗りに売られてた料理なんだって。だからハンバーガーになった。ためになったねー、きょうちゃんの今日の動画は。なんとハンバーガーの由来について知ることができた。これで明日から全人間にマウントが取れるね。どんだけマウント取れるのそれは。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。きょうちゃんのおすすめは通常のグラコロよりもデミの方でございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。せーの、甘かったね。めちゃめちゃ甘かった。こんなに甘いんだ。それ取れてるか。